皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、今日もまたスマホとにらめっこしながら一体何をしてるの？雨だから外に出たくないし、Uber Eats で昼ご飯でも注文しようかと思っているんだぜ。そうなのね、てんやものを頼むのね。ということは寿司やそばかラーメンかしらね。最近はてんやもの取る、なんて言わないんだぜ。それに寿司やそばだけじゃないぞ。ハンバーガーだってパスタだっていろいろあるんだぜ。すごく便利な時代になったものよね。それもスマホで完結するからすごいわ。電話で注文するわけでもないし、店の人が届けるわけでもないものね。さらに住所は地図を見るわけでもなく Google マップで教えてもらえるわけでしょ。昔から考えたらありえないことよね。そうだな、時代は常に発展しているんだぜ。でもマリサ、この令和の時代もあと何十年か経てば、時代遅れと呼ばれ、もっとすごいことが間違いなく起きていると思うわよ。それは例えばどういうことだ？そうね、今のスマホなんかがかなり進化したりして、コンパクトに折りたためてさらに薄くなっているかもしれないわね。そしてそれを見た未来の若者に、昔はこんなでかいスマホを持っていたのかと笑われるのよ。まあ確かにそんな状況になりそうな予感はするな。昭和から平成、平成から令和に移り変わりいろいろ進化したように、令和初期と令和後期では全く違うことになっているだろうな。ということで本日は、昭和時代の日本人が知ったら驚く、現代の日常というテーマでお伝えしていこうと思うわよ。それは楽しみだな。まさかこんな未来を予想している人はいなかっただろうからな。しっかり頼むぜ。それではゆっくりしていってねー。まずはじめに、昭和のあの頃の人たちに教えてあげたいのは、テレビが格段に薄くなっていますよ、ということね。現代の人にとってはこれが当たり前で、特に薄くなったという意識はないのだが、昔は分厚かったということか。分厚いというか、ハイビジョンブラウン管テレビという四角い箱型のテレビが主流であったわ。昔のパソコンのデスクトップなんかもこの箱型であったわ。もしかしてこれってかなり重たいんじゃないのか。そうね、32型以上で顕著に質量が増し、90kg や 70kg というものもあったわ。28型でも 40kg を超えるものが多かったわね。そして面積をかなり取るし、引っ越しの時や部屋の模様替えの時なんかは、テレビというのはかなり厄介な存在であったわね。今だと32型とかでも 10kg いかないんだぜ。小さい薄型テレビなんかだと片手で持てるぐらいだからな。そうよね、そう考えるとすごい進化ね。この重さと、面積、消費電力が多いことでブラウン管テレビは衰退していったわ。レトロな感じで味があって良いのだけどな。昭和の人もこんなことになるとは思っていなかっただろうな。そのテレビの流れで言うと二つ目は、完全なる若者のテレビ離れというのは挙げられるわね。確かにテレビを全く見ず、スマホで YouTube やドラマを見るなんて人も多くなってきているよな。ちなみに私レイムも、テレビを1日1時間も見ないわね。ニュースなんかもスマホアプリで完結してしまうわ。レイムのような、中身昭和のおっさんでもテレビを見ないとなると、いよいよ国民のテレビ離れは深刻だな。誰が昭和のおっさんやねん、ガラスの10代じゃい。ガラスの10代って光る源氏だろ。それがもう古いねん。では気を取り直して、三つ目に紹介したいのが公衆電話を誰も使っていないということね。誰も使っていないと言うと言い過ぎだけど、ほとんど使っている人を見ることはないよな。逆に使っている人を見たら、携帯を落としてしまったのかなとか、少し心配になるぐらいなんだぜ。昔の昭和の時代は公衆電話に、時には列ができるほど使用する人は多く、それ専用のテレホンカード、通称テレカまでできるほどの需要があったわ。今は自然と見なくなったけど、昔はそこら中に公衆電話があったわね。そもそも何をそんなに電話することがあるんだ。それは現代の人に、何をそんなにスマホで見ることがあるの、と同じように友達との何気ない会話や、仕事をしている人にとっては公衆電話というのは欠かせない場所であったわ。確かにそうだな。スマホをとりあえず見て LINE で何気ない会話をしたりするもんな。それと同じように公衆電話を昭和の人は使用したということか。
そうね、若い子なんかは家の電話じゃなかなか喋れないことや、異性への告白などは主に公衆電話でしていたわね。公衆電話から、告白ってあっていうものじゃないのか。もちろんあっていう人もいるかもしれないけど、学生なんかは公衆電話から、前から好きでした、付き合ってください、というのも割と普通であったわよ。そうなのか。今ならメールで告白する人とかもいそうだし、それもあり得る話か。あと昔の公衆電話は需要が多い象徴として、いかがわしい宣伝広告などが電話ボックスのそこら中に貼られてやりたい放題であったわね。そうなのか、それはどんな広告なんだ。やはり一番多かったのはテレクラやツーショットダイヤルの電話番号ね。その他には、闇金の広告とかかしらね。ピンク系の広告か。闇金の広告までも、公衆電話にそれぐらい宣伝効果が期待できたんだな。では四つ目に昔から考えたらありえないものといえば、コンビニに ATM があるということね。確かにコンビニの進化は目覚ましいな。そんなにいろんな業務を受け負って大丈夫かと心配になるんだぜ。現在でも年中無休の銀行 ATM というのは一部に限られてしまうから、コンビニ ATM というのはかなり便利であるわね。まさか昭和の人たちもコンビニでこのようなシステムが導入されるということは夢にも思わなかっただろうな。五つ目に紹介したいのが、タバコを買うときに年齢を確認させられるということね。タバコについては価格の変動や、電子タバコの普及など様々あるよな。そうね、そして喫煙者は外に追いやられ、その人口はかなり減っているわよね。昔は普通に子供でもタバコを買えたのにね。そうなのか。もちろん買ってはいけないのだけど、タスポや身分確認もなかったし、ヤンキーなんかは自販機で普通にタバコを買っていたわね。そう考えるとすごい時代だよな。今のがいろいろな規制が多いんだぜ。昔はタバコの需要は本当に高くて、夜の飲食店なんかにはマルボロガールやゴールデンバットガールが現れて、タバコの営業をお客さんにするということもあったわ。それって飲食店も同意の上で営業するわけだろ。今なら考えられないんだぜ。六つ目に紹介したいのが、これはタバコに繋がってくるのだけど、駄菓子屋を全く見かけないということね。それは駄菓子屋でタバコを売っていたということか。そうね、昔はコンビニというものもない時代には、タバコ屋というものもあったし、駄菓子屋でタバコを売っているということもあったわ。その昔ながらの駄菓子屋を今では全く見ないわね。昔は地域に何軒かあり、学校の近くにも必ず存在したわ。そう考えるとちびまる子ちゃんに出てきそうな駄菓子屋は、今は全く見ないな。そのちびまる子ちゃんのつながりでいくと七つ目は、昔からやっているアニメやテレビ番組が今でも続いているということは、昭和の人たちには意外かもしれないわね。確かにここまで長く続くと思っていた人は少ないだろうな。サザエさんや商店が今なお続いているからね。これはいつまで続くのかかなり気になるわよね。そしてどういう終わりを遂げるのかということだな。サザエさんも商店も続いているということは、視聴率が悪くなくて需要があるということだよな。それを考えると、ビートたけしと明石家さんまがまだテレビに出続けているというのもまたすごいわよね。タケちゃんマンとブラックデビルがまだ健在ということよ。なんだそのタケちゃんマンとブラックデビルというのは。昔は俺たちひょうきん族というバラエティ番組があって、たけしとさんまのキャラクターがあったのよ。そして昔のバラエティといえば、ひょうきん族派か8時だよ全員集合のドリフターズ派に分かれたものよ。たけしとさんま派か志村と加藤茶派かっていうところだな。そして八つ目に紹介したいのが、ファミリーレストランが中高生の溜まり場になっているということね。確かに学生はガストやサイゼリアとかによく行くよな。昔のファミレスといえば、その名の通りファミリーが主に夜に外食をするという場所であり、学生同士で出かけるようなところではなかったわ。昔はドリンクバーなんてものもなかったしね。そうなんだな、今はドリンクバーでかなり長い時間居座るというのが普通なんだぜ。今はスターバックスやその他のカフェの進出もあって、ファミレスも昔のような健全な雰囲気を取り戻しつつあるけど、一時期のガストとかはやばかったわね。
どうやばかったんだ。私が見た平成初期頃のガストといえば、昼間は学生の溜まり場で、夜中から朝方にかけてはキャバ嬢とホストの溜まり場であったわね。そうなのか、なんとなく治安が心配されそうな感じではあるな。そうね、昔のファミレスの健全で敷居の高い感じは消え失せていたわね。さっきも言ったけど、今は割とまた健全になりつつあるわね。やはり価格があまりにも安すぎたり、24時間営業というのも問題はありそうだよな。この他にもサクッと紹介していくわね。9つ目は東京オリンピックがまた開催されたということね。今年2021年に開催され、その前は1964年だったかな。まさか生きてるうちに2回も開催されるとは思わなかっただろうな。今年はちょっと異例のオリンピックでもあったしな。10個目は土曜日が休みになっている。昔は週休2日ではなかったんだよな。週休2日になった時にはみんな喜んだだろうな。11個目はレンタルビデオ屋に行かなくてもパソコンで映画が借りられるということね。これは画期的だよな。昔のようにレンタルビデオオンリーで営業している店もほとんどないもんな。12個目にポケベルを誰も使っていない。これは昭和ではなく平成の商品ではあるが、間違いなく昭和生まれの人たちの必需品だよな。これが今や完全に消えたと言って良いのではないかな。とまあ挙げ出したらあと何十個か出てきてしまうのだけど、昭和の人がタイムスリップしたら本当に驚くでしょうね。確かにそうだよな。消えてなくなったもの、まだ未だに残っているもの、どちらを見ても驚くだろうな。でもやっぱり一番のびっくり事件といえば今のコロスケじゃないかしらね。これは歴史的に見ても、緊急事態宣言なんて発令されなかったからね。確かに、戦争の次ぐらいに恐ろしい出来事だよな。確実に教科書に載るレベルだし、世界規模の事件だもんな。これから先の未来も何が起こるかわからないけど、30年後は劇的な変化があるかもしれないわね。そうだな、令和30年頃にまだ、サザエさんと商店がやっていてほしいんだぜ。皆様もこのように、今の現代を昭和の人が見たら驚くような出来事やエピソードがあればぜひ教えてください。それでは今日はこれで終わります。皆様ご視聴ありがとうございます。